待って、消えちゃった。日付変わってからにしよう。 OK、 寝ない。さすがにそこまで早くないから。カウントダウン1分間違えない。確かに。タチさん、こんばんざい。シャメ届いたよ、ありがとう。めっちゃ可愛い。こちらこそ。切れちゃったよね、配信。大丈夫かな、見れてる。戻った。ただいま。ありがとう、みんな。そう、あと今待って、何時なんだろう。あと1時間ぐらいです。落書き落書きシャメでガチ恋になりました。出来次第で今後が決まる仕事。そうなの。でもこれはおしとやかにしか撮れないけど、味方だから。ありがとうな。シャメ見て、眠気一気に飛んだ。本当？イエーイ。手伝ってもらったから、ジリアイちゃんにも。え、いいのいいの、そういうのはいらないのよ。仲間じゃねえか。シャメ買ったよ、ありがとう。お仕事頑張って。トコさん、朝日ジリアが近い。あなたは違うでしょ。オムライスちゃん、ジリ自体がそれは違う。いた。仕事頑張れると見せかけて、ショールーム見ながらなので頑張ってな。まあね、そういうあの程よくサボるのも大事よ。ヤンコミみたいだな、お前ら。時代にリアコって何？なんかさ、聞いたことある。ジャニーズの用語でしょ。18日特典か。本当に本当にいいよ。メイさんの買ってあげて、もう一枚。じゃあ、じゃあハウスのにして、ハウスの。そしたらウィンウィンでしょ。ガチ恋だからネギ切ってるよ。ガチ恋だから間違えてオムライス作らないようにね。リアルに恋してる。あ、そういう意味なの。リアル恋って、初めて知った。職場で塩バターメロンパン&台湾の、え、いいな。ミルクティー風味は最高すぎる。ミルクティー大好きだから。羨ましいな。ハウス動画にするわ。そう、そしたらウィンウィンじゃない。そんなジリアの方ってね、おいしか言わなくなっちゃう。その日はみんな僕に優しくして忘れてるかも。優しくするってことを忘れてるかもしれない。忘れてたらごめんね。やまいりょう、やまいりょう久しぶりじゃん。電車の中なのに天井っていうか、湯が独創し、まずは結構長いこと見てるじゃん。山寮元気？元気ですか？久しぶり。俺マルチ T シャツも持ってんだからな。確かに着てる？部屋着になってる？見とれてたら最寄り通過したので、二駅も。バカなの？あなたバカね。アホじゃん。オタク陰キャしすぎて浴衣が眩しい。キラーン。20歳です。天井で、ね、もうちょっと長い。漢字だらけ、ほんと。おいころ作ったんだね。漢字でオムライスにほんとしないでよ。着る機会ないからまだ飾ってある。いつか着てみて。頼んだか、ありがとう。和弘たん、ひざ豆ワンマン夜当選して、お待ってる、ありがとう。確かにめっちゃ久しぶりだよ。
そうだよ、見てるよツイッターちゃんと。山寮に似てるアイドルさん見たよ、載せてたやつ。キャベツって同期のざく切りでんだよ、こうやってザクザクザクって。キャメタ最近やっぱ年上じゃねえになってる。どういうこと？あ、ジュリアがってこと？あ、え、どっち？どっちよ、好みが？あ、でも好みだとしたらジュリ引っ越したなる？見慣れない景色だったら 1.5 駅バカじゃない。バカ。お昼は配信で時間、お、ありがとう。そう、見てアーカイブでも見れるし楽しみにしていて。おい、泣かせた。僕の好みが、おお、待って、じゃあギリダメってこと？ギリダメってことですか？すごい、朝日さん夢よ。出た、思ってないやつ。昔はそれでも いけたけど、今や年上の子なんか少ないよね。まあ確かにそうよね。いつまでも居続けるわ。お前が空回りだから他界します。なんで？ちゃんねーちゃん、フェイかわいいってなってる。無音で見てる？どうやったら伝わるかな。どうしよう。あ、決めポーズしようと思ったらお腹鳴っちゃった。ジリアちゃんはジリア枠なら大丈夫です。ですよね、知ってます。特別枠だからね、誰にもない。お腹空いた、本当に。多分この浴衣はもうみんなの前に現れることはないでしょう。バチドやってるよ、もちろん。腹立つ。てかなんで浴衣なの今さら。そうだね、説明をしよう。なぜ浴衣かというと、今日は今オンライン楽市楽座というね、ライブで行っている特典会、物販形式のような感じで、この今日だけしか手に入らないチェキ、写メ、動画などボイスとかがねでゲットできるオンライン楽市楽座をやってるんですけど、それがこの左上ですね、配信画面を横で見ている人からは赤いコスパニックストアから購入できて、縦で見ている人はスクロールしてもらったら下にコスパニックストアっていうのがあると思うんですけど、そこからねタッチしていただいて特典券を購入してもらえると、この私の写メとか落書き写メが届きます。何枚で何っていうのは、そのここのねコスパニックストアをポチッとしたら出てきます。で、概要欄、備考欄に、何を希望とかお名前を書いてくださいっていう感じで、今日は配信している全メンバーが浴衣です。じゃーん、今日もジリが一番可愛い。やったね。じゃあ今日頼む、そうだよ、今日頼まないともう買えないの。みけんさんこんばんざい。そう、今日お一人様なの。とこさん、俺なんかの言葉もらっても迷惑だよね。はぁ、あ、ウケる。チキはジリはないの。あの公式ルームでみんなで集まってるメンバーのみチェキと囲み受け付けられるけど、お家からだから楽写メ系しか。いて、タラタラさんこんばんざい、ありがとう。うなちんやっほー、久しぶり。お祭りでライブ見たいわね。ね、いいよね、お祭りね。でも今年はさ、もう厳しいもんね、そういうのも。悲しい。だって今日さ、でもこれもあれか、あるところはあるんだよね、お祭りもきっと。でもお祭り難しいのかな、ソーシャルディスタンスって言われる。あ、お腹鳴ってる、本当にずっとお腹。シャメ頼んだけど、ジリアちゃんのも、うん、全員シャメはね、ジリも入る。
今年は花火大会とかもないね、バーチャルがあるからね。トロトロさん頼んで、ね、ありがとう、嬉しい、楽しみに待ってて。期待しながらよだれ垂らしながら待ってる、いい子にして待ってて。やばピーマンの S2 にまずさ、こうハブに切ってもらって、この綿の部分を取ってそこでこうザッザッて切ってほしい。ご飯食べてきた、何食べたの、当てる、ラーメン。ちりは今日は和食です。早く食べたい、ちょっと待ってね。あと30分ぐらい配信、早くない？動物のイベントもなくなって、ピエヨのほんと何もかもがなくなって、取った、たらこう切って、キャベツみたいな感じで適当にこうやって。残念、なんだ、なんだろう、カレーやっぱお腹なっちゃう、本当に頑張れ、あと30分だ。あのそうでね、お連絡いつ楽だ中なので、左上の赤いコスパニックストアから特典券購入お待ちしてます。和食焼き魚、今日はムニエルみたいな魚です。野球がお客さん入れるようになるから球場は、あーなるほどね、いいね、それも。カレーはカレーまな板の上緑しかない、確かに確かにそれはそう。キャベツもルッテよ、何が、何ルッテ、今ロッテやってんの、ロッテ、千葉ロッテ、マリーンズってやってる。お腹すいたな本当お腹すいたしか言ってこない。てか今千葉、そう今千葉なのよ。おうちムニエルも美味しいよね、タラやヒラメのね、美味しいよね。年上なのに可愛いのずるいなこれおばさんっぽいよね、これ。ランマツさんや、みんなこのギャグ言うの。ロッテのアイスは雪見大福や、あ、雪見大福のアイスよく小学校で出てよね、給食。マッキュー、マッキュー、今度は千葉のペットショップ巡り、お、どこ県、どこ県だどこ市、今ね、にじひこいるよね。8位、もうこうやって深呼吸するとお腹がギュルルルルルルルってなる。一時期ムニエルにハマって作って、いいよね、肉切ります、お、切って炒めて、ご飯をよそって出来上がり。配信終わるまでできんじゃない、あ、お腹がぜひ特典券もお待ちしてます。今日は浴衣レアです、夏限定って感じだしね、当たり前か、限定ってこともないけど。トマさん、ジリちゃん、やっほやっほナイター、一番乗りなきゃまかりし、え、めっちゃ回るじゃん、でもちょっと遠くない、あ、でもそうでもない、若干遠めだよね、すべて。でも上か、全部上か、上の方か、いいね、ペットショップ。もうさ、ワンちゃんがこの間ペットショップ行ったらもう可愛すぎる、なんかティーカッププードルのワンちゃんがいたんだけど、なんかこの子ティーカップのはずなのに思ったよりも大きく成長しちゃったんですよって、もうずっとこっちでね、もう来るのよ、さっこからこうやってこうやって、もう持って帰りたくなっちゃう。ハウスでワンちゃん飼えば、ワンちゃんだけにねあら、あ、そうそう、ネイルを変えましてね、キュンです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 、おぐりしゅんです
ジリアサキさんってプーチ、そうだよ、1994年、ワンワン、そうそう、ピュータンと一緒、チーカップ、そう、チーカップになっちゃうムニエルのバター醤油だって、あ、あ、お腹なっちゃう、どれも美味しかったな、美味しいよね、やばい、お腹がなっちゃう。笑うたびにお腹鳴っちゃう、どうしよう、もう無理だ、頑張れ、腹ペコなの、そう、いやすぐお腹すくからさ腹ペコなんだよ、ティーカップってすごい大きいの、確かに ABCDEFGABCDEFGHIJKLOPQRSTだってやば、21ぐらいじゃん下から数えた方が早そう、お腹あと30、そう、頑張れ頑張れってずっと鳴ってる、笑うと鳴っちゃうし、息を吸い込むと、だからお医者様ありがとう、頑張れ、あ、鳴っちゃった、こんな、しかも可愛くないね、キュルーとかだったら可愛いね、グー全然可愛くない音が鳴る、おにぎりこんばんざい、こんばんざい、ありがとう頑張るぞ、まあ、あと30分、皆さんぜひぜひ特典券の購入などお待ちしてます、肉、あ、具材ゲットに焼きます、焼いてて、タレと絡めて、食べ物のコメントすると回数増えるのでは、いやもう変わんないよね、てかともやくんは野菜切ってね、ホイコーロー作ってんの、お家行ったら今ホイコーロー食べれるよ、オムライスじゃなくて、おしめん尊すぎる、神だ、あがめてけいちゃんこんばんざい、けいちゃんってけいちゃんじじがけいちゃんって呼ばないから、じいちゃんはチェキ、そう今日はチェキないの、シャメとか動画とか無課金シャメとかかな、朝日で当てて、もうこれ早口言葉みたいになってるから、ホイコーロー、そうそう、まあジリは今日は不食なんですけどね、昨日ホイコーローと春巻き食べた、お腹すいた、あと30分オンライン楽市楽だ、嬉しくね、ケイちゃん唐突で申し訳ないんですが、同じが欲しいんで、シャメを振り向き、オッケー、うなぎね、捕まえて、うなじってさ、なんかじり、うなじがあんま分かんない、うなじって何なの、ここ、ここが見えればいいってこと、どこここ、これ、これがそうなの、ここなんかあんま分かんない、女だからかな、我をそう、あがめて、なんでつかさちゃんと同じこと、あ、うなぎがつかさちゃんも言ってたね、つかさちゃんピンク色だった、よかった、それ、これ、ここでいいのね、オッケー、え、でもここを見せながらさ振り向きってさ、どうやってやったらいいの、あ、うん待って、わかるかな、ここを見せて振り向きってさ、どっちに、こっちに振り向くの、え、もっと今さ、ここどうやってさ、ここを見せてさ写真撮るの、こういう感じ、ここだけこうやって見て頑張ってみる男の人ってなんで同じが好きなんだろう、なんで、みんな好きだよね、
女の人が筋肉好きっていう感覚と似てるのかな。うなぎ、うなぎじゃないや、うなじ。雰囲気任せて。緑多すぎてどれくらい炒めてなんかいい感じ、ちょっとしなってしたら。ピーマンが買ってさ、硬すぎたら嫌でしょ。そこか、セクシーうなぎ。セクシーうなぎってすごそう。こうして見てるとお年やおしとやかなお姉さんだな、でしょ。うなぎが好きです。成田で食べて、有名。噛みつきたくなるんじゃない。え、みんなヴァンパイアなの、もしかして。うなぎ、そう、うなぎ。じいさん、あれなんだっけ、それアジサイだ。ありがとう、お花。女の人の腕、女の人って腕の血管。あー、じい、なんかあんまないんだよね、フェチって。うなぎは苦手です、骨がいっぱいあるから。仕事戻るね、頑張って。お腹痛くして来てくれてありがとう。待っててね、うなぎ。とこさん、うなぎきれい。でも頭の中うなじ、うなぎ。もうどっちがどっちか分かんない。うなじきれいだと男の人、男の人、男の人。あ、お、この人きれい。あ、そうなんだ。え、じゃあここだけもうずっとなんか見せてるかな。うなぎうまい。うなぎね、ジュリもちょっと苦手だったりする。こんばんざい、タナシン、こんばんざい。でも成田が有名だから、千葉の。動物のお宅と行くときは絶対お寿司なんだよね。感謝って。水族館で食べる。うなぎ食べたくなってきて。もうジュリはもう何でもいい、もう何か食べたい、炭水化物が食べたい。お日様ありがとう。これ何でも絡んでくれて、こんなんでもさっきからもうね、お腹すきすぎてね、回ってない頭が。どちらかといえば鎖骨。あー、出た、ジリ。鎖骨残念ながらね、全くない人なの。ごめんね、だけどね、埋まっちゃってるんですよ。鎖骨埋まっちゃってるタイプの女性なのでね、そのフェチにはね答えられないの。埋まっちゃってるのないのよ。そう、ないの。出たかった。うなぎはじっくり時間かけて蒸して焼くと香ばしくてふんわり。ねえ、お腹減っちゃう。今日は朝すき家でうな、え、ねえ、すき家じゃなくてどっかにさ、牛タン、麦とろ牛タン弁当あるよね。ちっちゃん、動画と写メ引き取りよろしく。あ、オッケー、ありがとう。武器みたいのいっぱい入ってて料理してない人が、あ、そういうこと。うなぎが、うなじが、うなじが。ろかき写メも9割方期待してる。え、あの4割期待しといて。推し変さ鎖骨ないから推し変される。絶対領域どこが、あ、太ももの絶対領域が好きってこと。なかなかむずくない？ 2 杯ずっと入ってなきゃ。鎖骨出る人、え、いいな、全然こう、あーって力入れたら出る。手フェチで、あ、手フェチか。てか、どう？キュちゃん、何よその顔。あ、え、何？鎖骨なし系ジュリが好き。そう、鎖骨ないの。ここに埋まってる、お肉で埋まってる。動画デート風でにしてほしいわ。動画デート OK、 頑張るわ。最近気がついたんだけど、周りが言うほど牛タン好きじゃなく、え、ちなみにジリも昔牛タンダメだった。なんかね、お肉としてた食べれるのに、なんか急にね、したって言われた瞬間に、え、したなんだってなって一回食べなくなっちゃった。ジリの出来に9割も、あ、いいことじゃん。10割満足して。ジリフェチです。やったね。もう何しても許されるでしょ。くびれフェチ、あー、くびれはまあまあまあ普通です。めっちゃあるわけでもない、ただなくはないよ。牛はベロまで美味しくて偉いよね。もう確かに全部食べれちゃうね。ありがとうだね。
ありがとうだねとか言って、なんだろうね、何フェチがあるんだろうね。何フェチが有名なの？フェチに有名とかってあるの？フェチって何で決まるんだろう。ギューって呼んだジリー今牛かギューって呼んでた。お腹の音フェチになりますか？そのすぐお腹の音なるから。口にシュシュ髪ゴムこうやって、あーこうやあこうやってやってこうやってやるやつね。性的興奮じゃね。何がどれが、あくびれが、足じゃね。あー足か。牛タン美味しいよね。柔らかいところ脂っこい。でもなんか焼肉はもう最初牛タンになったよ。ちゃんとタンか、タン女になった。確かに自分のフェチ言われてもね、わかんないよね。あ、フェチが性的興奮、え、そういうことなの？え、だってさ、でもそしたらさ、別にここも見ても性的興奮ってするの？みんな男の人ってお尻かお胸かと思ってた偏見。下立ちも好きだな、チーバくんだからね。トロトロに煮込んだ牛すじうますぎ、あ、ビーフシチュー食べたいね。お胸好き好き知ってます、出まーす。ほいさま、ほっぺ、あ、残念ながらそんなほっぺも柔らかくないんだよね。あのね、骨が邪魔した。骨が結構下の、ここに骨があるからね。お胸なんか見たことないが、嘘をつくと鼻が伸びるらしい。多分今キャメとね、こうやって飛んでたら多分これに鼻あるよ。えってなる。なんで知ってんのじゃないわよ。なくてもいい。あ、だからメイさん、これは失礼すぎるそういう意味じゃないよ。メイさんのは素敵よ。足フェチに人権ないんか。足フェチも多いよね。鼻伸びすぎて水槽に突ったでしょ多分ね。それ抜いたら水溢れちゃうから、もうずっとそこにいなきゃダメだよ。ちっちゃいビジュアルが好みすぎるから。本当に？決めポーズ、ちっくん、そういう意味じゃないんだよ。ちりはめいさんを誇りに思ってる。本当にめいさんに毎回伝えてる、あなたは最高よって。だからそれをね、もっと出してってほしいの。ちりは若い時最初顔で、年齢が下に下がって最後はまた上に戻る。え、どういうこと？足、胸も足も乳も全部やないかい。特にその辺はこだわりのあるんで男じゃないのかもしれん。ヤギだからだよ。めっちゃ実ってないんだって。これはジジは本当にメイさんに素敵だよっていつも伝えてるの。それをなんかこれ言うとどんどんさ悪く聞こえ、本当に伝えてるんだよ。ジジはメイさんのそういうところが好きだって。お胸も足も好きですが、足じゃん絶対。おしめの全身好き、さすが変態。ふくらはぎから足首までの直線の足が、え、すごいこだわり。つかさのが気になる。つかさの何、浴衣ピンクじゃない？フェチか知らんが背が小さい子。待って、真逆じゃんジュリアめちゃめちゃにでかいけどいい？あの165あるけど頑張って、こっちしゃがむね。もう足はこの前のねじ。アイドルは性格、あ、よかったよかった、安心安心。びっくりしたわ。本命、本命何？お胸の話、まか、知りません。さすが変態、いただきました、ありがとうございますみんな変態なんですよ、知ってる何の話してんのジリー、浴衣を着てダメよ。チリアちゃんもひまちゃんも、え、はやみちゃんってさ何センチあるの、気になる。あのちゃん、ラカーキサメ頼みました。ありがとう、初めて。可愛い系もちろん、プリプリしていくわありがとう。細身のヘラヘラしてる人が私ですかねそれは。ホイコロ、お、
完成。手が綺麗だった時ってそれかも。ジル手も兄ちゃんに似てるからあんま綺麗じゃないんだよね。いいえ、ど変どかどがついたか、褒め殺しか。でもネイルでごちゃごちゃ、あやばい、ジルネイルしちゃってるし、指も指輪ついてるごちゃごちゃよ確か少し前に公表し、あ結構あるんだね。なんか顔さ割とさ幼くない、っていうか若いからもうちょっと小さいかと思ったらしっかりあるんだね。よかった。で高いのが好きじゃん、安心したよ。ゆうみ148、えじりメンバーの身長までは分かんないけど、ゆうみちゃんはちっちゃい。ちなみにきょんこは170、めっちゃあるよね。身長はあんまりこだわりないな。元カノちっちゃい、あじりぐらい。じゃあ元カノの身長ということで。でもゆうみちゃんの同い年であの身長はぶっ刺さりなんだよよかったですね。大変よかったでございます。ガントレットの指みたいな、何ガントレットって。ちち指輪大好きなの、こういうゴツゴツしたやつ、シルバーアクセサリーが好きだから。これはもうねずっとしてる。元カノ150以下しか、あお腹鳴った、いないかも。えじゃあガチじゃん、身長低いの。へえ、じゃあもうその時点でジリアはあれだね、ドゥン落ちた。爪延長してその爪でどうもの持つんって、あー確かにそれは思う。ジリもあと頭洗えなさそうだもん。背が高いとお洋服綺麗に着れるから憧れます。でもね、背がたジリのね悩みはね、あのワンピースがワンピースじゃなくなっちゃうことがあるの。短ちっちゃめの子、ちっちゃめとか平均の子が着るとすっごく可愛いワンピースなのに、なんかジリ着るとちょっと丈が短くなっちゃうから、パンツ危ないみたいななっちゃう時があるのがね嫌なの。あとこの何長袖を着るとね七分丈になっちゃうのジーパンもあのくるぶしが出ちゃうみたいな、若干合わないの、若干でかいからな。だからかな、元カノの事情てんてんてんみんなの元カノ事情を知る。よく考えたら歴代推しメンみんな背が、おー背が高いフェチもあるからね。きっと最近女の子を写真撮りたいか撮りたくないかですか、撮りたいですか、イエスかイエス。鎖の手袋、ああなんかウィッシュみたいな感じ、フェイバリット、あわかるわかる、かわいいよね。元カノの話はしますそうですね、座高が高いからかな。ああジリは熱っ、あ、丸ですね、合格ですね、やった。もっと私が148センチで妹がほぼ100、え、それは振り幅すごい愛理ちゃんでかいもんね、169だっけ、そんぐらいあるよね。あ、すっごくお腹鳴った、もうやだもうやだ、お腹が鳴っちゃう、食いしん坊どうにかならないかね。ステージで目ステージで見て背が高い、おー素敵、あーいいね。それはなんかさ、なんだろう、アイドルはさちょっとちっちゃいかったりぐらいが可愛いかなって思ってたからね、なんかでっかくてまあやだなって思うこともあったんだけど、みんながねいいよって言ってくれるの嬉しいのよ。あとなんかでかいとさなんか変に目立っちゃったりする時があるから、なんかバランスを崩してはないかなっていう不安。昔おたかに太い子好きなんですかって言われたことあります。え嘘、そんなイメージない。なお10ありがとう、あと15分あと15分ね。元
元カノも160後半あったし、長さんは166だし、背高いわ思わぬ暴露ですね。公式見ていると押し増し増えそうだな。やだね。ちなみに中秋サメのポーズ希望あれば、そうデビコーラに書いて大丈夫。なんか 100% は答えられないこともあるんだけど、なるべく希望に添えるように書くから、こういうかっこいい系とかかわいい系とかこういうポーズでとかして書いてくれたら、そういう風に頑張る。できないこともあるんだけどね、その時はまあ許してっていう、ちょまげ、お腹鳴っても素敵ってなる推しの力今までの推しを見るとマジで共通点がない。美しいとか、これより身長ちっちり165、最後に測ったのが。ゴロゴロしてたのに朝日さんのおかげで晩ご飯ができましたどういたしまして、よかった。推しメンの系統定まらないオタク。そうなの？ちょまげするの？ちょまげ。ステージ映えしてて最高なので、ジリアちゃんは声身長でよろしく。もちろん縮められないからね。180くらい、全然ジーノがちっちゃい。そうでもみんながそう言ってくれるからいいのよ自信につながる。でも昔はジルも本当にちっちゃかった。ずっとゆみちゃんとかみたいに、中学校ね、中1までジルずっと1番前とか前から2番目とか、中学校入った時150センチなかった、146とかだったから、ジリもまさか自分がこんなに大きくなるなんて思わなかったの。落ち着く？やった。ポーズ髪飾り見える感じなんだけど、こんなこうしとけばいいってことでしょ。大丈夫だよ、ありがとう。何しても、どんなポーズしててもかんない。ありがとう、任せて。ただみんな長くダラダラとしてる。でも意外にだってチュンと出会ってさ立つもんね。しかもあんなところから嬉しい。まずメイジリレナっていうと全然、まあ確かに全く似てないね、全然違う。じいちゃんはむしろもっと飲みてください。牛乳もっと飲んじゃう。全体ルームガチャガチャしてたし今日は個人だからね。滝島とか中野いたからジリアが、そうでもそう、最初そのひまわりとジリアだけの時、ザケとかが入ってた時は2人がでかいから、もう端は2人で固めてるって感じだった。絶対ジリアが下手でひまわりは上手みたいな、もうツインタワーでずっと端を固めてたから、今大きい子が増えてきて、なんだろう、あって感じ、よかったって感じ。ソロ配信が最高すぎる、いっぱい話せるね、ゆっくり見れていい時間、イエーイ。前はさ、そうそうそう、さやさんとか2年くらい前だっけ、時間ね、はい、え2年もうちょっと前じゃない。あ、お腹鳴った。全体よりこっちがジューリー独占する。もしもし、ま、ちょっと待ってね、開けるのは大丈夫だよ、ちょっと待ってね。喋っちゃダメ、喋っちゃダメだよ、ちょっと待ってね。何に使ってニヤニヤしないで、ここはもうダメ。どれどれ、え、こうするから今通っていいよ、3秒ね、閉めてね。ブブ時代に、今もブブだよ、実家、そうそう実家です実家です、妹です。ハウスとやってることに、そうそうそう、そう実家なのでね、あの家族、兄弟、妹がいるので、こういうこともある。妹ちゃんに教え、妹若いからダメよ、メイ母さんでなくて妹です。昔もちょいちょい通りすぎ、そうそうそう、普通にね
お腹の配信をしてるよとは一応伝えたんだけどね。はじめまして、ウレイチで3年、もうちょっと3年前か、そんなもん。あと10分、朝日さんと出会って3年経ったかな。懐かしくない？懐かしくない？仲良さそう。そう、めちゃめちゃに仲はいい、すごく。現場は多分3年前。早いね、そりゃ年を取るよね。あ、お腹もうダメ、ちょっと膨らまそう。でも今10代の子も、あ、でも残念ながらね、20歳になった。挑戦するので妹さんのお姉ちゃん妹さんのお姉ちゃんだとね、妹2人いるからね、ジュリかもう1人になっちゃう。妹も同じ顔、あ、全然似てないの、ジュリ妹と顔が。ショールームとか散った4年以上前かも。懐かしい、ジュ君がハートさんぐらいしかけてたの懐かしくない？仲良く頑張ったよね。今にもまたなりそう。ふざけて無駄にがっちり懐かしくない？ケン吉とか今は亡き懐かしくね。じゃあジュリアちゃんじゃないよ妹でした。お腹がすいたね、お腹すいた。きり48もした頃ねえねえって言ってる、あ、そう、グーって言ってる、もうなんか朝日推しっぽくなったのは1年前くらいかな。そうだね、そうだね、ぽく、うん、確かに再出会ってね、再び出会ってね。もうジュリはね、ずっと恨むよ、ジュリのことを知ってくれていなかったっていう。あんだけひまわりと一緒にいたのに、どうして？かわいいっすね、まっちゃんなんなん、カレーの写真リプで送りつけて、やだー、9月くらいかな。うん、だいたいだいたい高木さんも頼んだよ、よろしく。美甲欄にポーズ、あ、なんだっけ、髪飾りが見える風でいいんだよね。君の、あ、知ってるだったのに懐かしくない？早い、マジで中野と大和以外何も、いや、ほんとそうだと思う。でも友次郎はちゃんとジンのことしてたんだよ。ほら、褒めても鼻ではそういうわけじゃないんだよ。でもおちゃんも髪かわいいよ。この関係はいつまで続くんだろうね。5年以上。瀬川さんが会いたい会いたいって言うぞって、いや、ジリだって会いたいさ。のんちゃん PV 見たいもん。唇にリップ塗る仕草がまたセクシーでございますね。こうやって塗ろうかな。そりゃ友次郎は知ってるでしょ、こやつだそっかそっか、確かにそりゃそうだね、確かに。3月の話だけどもう3ヶ月経ってんじゃん。なんなん、あ、ほんと見た時びっくりしちゃったもん、思わず可愛いって言っちゃったよね一緒言わないけど。ヘンテコリン募金、そうで溜まってるんでしょ、まおちゃんも。実は溜まりに溜まって、早く事実チキが取りたくてうつうつしてるんじゃない。やばい、ホイコール味が濃すぎる、さゆ、え、バカなのあなたバカじゃん、それは。それはジュリアさんのせいじゃないよ、トコさんバカよ、それ。変顔でリップそうってなるよ。あと5分、早い。ワンマンオタクとご飯は行くねえ、見た1部と2部の、じゃあ行こうかな参戦しようかなそしたら話せる、リップの塗り方って塗る。
それしか売ってない。でもそしたら別にさ全部使わなくていいじゃん。半分使ったら半人前になるでしょ。プンって何。アリスさん、エッジリアって美人さんだ浴衣を着て気づくみたいなやつ。ヘンテコリンボキンでジリアさんとチェキ取るわ。取ろう。でもヘンテコリンボキン2枚溜まってたら3人でチェキ取れるよ。ジリササマオでその空気ヘラヘラ眺め見てるね。そりゃもうリップ食ってるやん。本当に浴衣よきです。え、最後にもう一回見せてある。ここら辺の方が見える。見えますか。見えてる早く言ってよ。素でお肉嘘でしょ。分かったよ。綺麗だ。やったね。浴衣待ってほしい。また会えてほしいな。また機会があったらね。3人はちょっと気持ち持たないか猫の顔を舐めたみたいな動きでどういうこと。夏の初めにおしめのエピソードでみんな夏一緒に楽しもうな。本当に出会っ、なんかここ見えちゃってるねやだやだ。ありがとう、待っててくれた。いつでも、もちろんずっと前に行ったでしょ。これちょっと見えちゃったよ。なお19時ご、あ、告知タイムですね。はい、いつかギター配信やっちゃう。お祭りデート早よ。それな、いっぱい食べよう。また焼き鳥とかだったら笹汁にしよう。あ、いいじゃん。ぶっちゅーってあげる。あの、はい、じゃあ告知ということでね、5月3日5月じゃない7月の3日から5日で47時間配信がまたボリューム4ですね、ありますので皆さんぜひぜひ。まだ詳細は出てないのですがジュリアの服お楽しみにと、あと5日はねライブが渋谷リオであるんですけど、そのオンライン楽市楽座じゃなくて47時間配信の関係でメンバーまで決まってないんですけど、チケットは4月7月2日までなのでお早めにと、あとは7月の12日ワンマンライブ新宿レニーであります、もうすぐ夏でお祭り騒ぎだというねタイトルのワンマンライブが一部二部制でありますので、一般前売りが、一般チケットがまたこれからあるので、あとチケット取れなかったとか会場に行けないって方はね、あのライブ配信でも見れるのでアーカイブとかでも残るのでぜひよろしくお願いします。イカ焼き食べ、イカ焼き食べたい。そうだ、最高の夏にしようなな、なあという感じで、なんとか1時間半みんなのおかげで一人でも配信が持つことができました。浴衣の特典頼んでくださった方ありがとうございます。心を込めて撮ったり書いたりするのでお待ちください。ではね、いい感じでコツコツしてこうな。みんなお星様アカウントもありがとうございました。こんな感じで浴衣でした。浴衣配信最高でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。かわいい、本当にかわいいやったー、ありがとう。配信チケットもジリアちゃんの売り上げになるの。配信チケットはどうだろう。みんながそういう風に考えてくれてとても嬉しい。生かせてくれてありがとうという気持ちです。きょんちゃん、おーちゃん、ありがとう。キッシュさん、楽しかった、ありがとうございました。全員社名お待ちください。これ買えるの。そうだよ。あのちゃん、楽しかったです。はいちゃん、ありがとうございました。こちらこそありがとう。あのね、もう今日もスクショ見てたの、昨日のとこちゃん、ありがとう。ちゃんと次からミスしないようにね。高木おつ、ありがとう。深夜配信お疲れ様でした、ありがとう。では終わりにしたいと思います。みんな明日もね配信するので見てね。バイバーイ。5 4 3 2 1。おにぎりお疲れ様でした、ありがとう。いいよ、チョコご飯食べます。脱いで、写真撮って脱いで食べます。バイバーイ。トムバイバーイ。